閉経っていつのこと？自分の閉経がいつかを知る方法。皆さんこんにちは。更年期トータルケアインストラクターの永田京子です。皆さん今日もチェブラチャンネルご覧いただきましてありがとうございます。突然なんですけれども、閉経っていつのことだか知っていますか？閉経、英語だとメノポーズというふうに呼ばれます。ギリシャ語でメノっていうのが月です。で、ポーズが止まるっていう意味なんですね。月が止まる。で、メノポーズです。まあ、要は、閉経っていうのはもう月経が完全に止まった状態です。これ医学的にはですね、最終月経から1年間、つまりは12ヶ月間全く生理がありませんでしたという風になると閉経しましたという風に診断されます。日本人の閉経の平均の年齢っていうのはだいたい50歳です。で、ただ個人差はすごく大きくって40代で閉経されるっていう方もいらっしゃれば、もう56、7歳まで生理がありましたというような方もいらっしゃいます。個人差がとっても大きいです。また国によっても平均の閉経の年齢って違うんですね。フィリピン人とかあとペルー人の平均の閉経の年齢っていうのは47歳なんですって。ちょっと早いですよね。で、そしてアフリカ、ナイジェリアの女性たちの閉経の平均年齢はなんと53歳というふうに発表されています。国や生活している環境によっても変わってくるようです。では自分の閉経は一体いつなのかということを知る方法についてなんですけれども、実は完全に分かる方法っていうのはありません。ただ個人差は大きいんですけれども、月経の周期やまた期間や量などが変化をしていくということで、ある程度予想がつくという方もいらっしゃいます。これどのように変化していくかというと、これはよくある閉経までの月経パターン、個人差が大きいんですけれども、おおよそ35歳から45歳にかけてプレ更年期と呼ばれる時期です。この期間に月経周期がちょっとずつ短くなっていきます。例えば、28日周期で生理が来ていたというのが、おやおや26日しか経っていないのにまた月経が来たぞとか、25日しか経っていないのに月経が来たぞというふうに少し短くなっていきます。で、そして、よくあるパターンとしては、そこから少し飛び飛びになってきます。あ、35日経ってやっと月経が来ましたとか、38日経ってやっと月経が来ました。で、そして、それからまたさらに飛び飛びになっていく。2ヶ月ぶりに生理が来ましたとか、3ヶ月ぶりに生理が来ましたというように飛び飛びになっていて、そして1年間、12ヶ月間、全く生理がありませんでしたというと、閉経しましたというサインになります。ただこれはですね、すごく個人差が大きくって、いろんな方のお話を聞いていると、もう閉経まで毎月ぴったりと生理がありましたっていう方もいらっしゃれば、少しずつ月経の量が少なくなっていって、で、そしてもう最後はもうちょろっとしか出なかったっていう方もいらっしゃれば、経血量が増えていって大変だったみたいな方もいらっしゃれば、本当にね、とっても個人差が多いようです。また、まだ更年期ではないのに、まだ40歳未満なのに閉経してしまうっていう方は要注意です。40歳未満で卵巣機能が停止してしまって、で、そして無月経となってしまうっていうようなケースがあるんですけれども、これは早発卵巣不全っていう疾患です。早期閉経っていうふうにも言われます。これ迷わず婦人科に行かれてください。もしご自身やご友人なんかで早く生理が上がってしまって、で、そしてもう楽だわっていうふうにおっしゃってる方がいらっしゃったらですね、もう迷わず婦人科受診を進めていただけたらと思います。これはですね、早期閉経すると、妊娠ができなくなりますよっていうことだけではなくって、健康にとってすごく大きなリスクが発生します。また他の大きな病気が隠れているっていう可能性もありますし、大きな病気が隠れていなかったとしても、老化が早く進んでしまうということがあるため、治療が必要な場合があります。また閉経というと、日本だとネガティブなイメージを持たれる方が多いようです。例えば、女として終わってしまったんじゃないかとか、ああ、もう私は若くないのねとか、なんかそういう風に捉えられがちなんですけれども、実はネガティブなことだけではないんです。閉経後の女性を対象にアンケートを取らせていただいたんですけれども、多くの女性たちが閉経後はパラダイスよということをおっしゃっていました。PMS、月経前症候群と呼ばれる生理前の心や体の不調から解放されたり、また生理中の
も下腹部痛、生理痛とも呼ばれますから解放されたり、生理のスケジュールを気にせずに旅行のプランが立てられたり、また温泉やプールを楽しめるというような声も上がっていました。実は更年期以降の55歳から65歳のこの時期は別名黄金期と呼ばれるぐらい、とてもエネルギーに満ち溢れる時期なんです。私たちの体の中では閉経後は実は女性ホルモンよりも男性ホルモンの方が少し優位になります。でこれ別に男性化してしまうっていう話ではなくって、男性ホルモンってこう気持ちを前向きにさせてくれたり、活動的にさせてくれたり、また幸せを感じさせてくれるような役目もあります。なので更年期以降の女性たちがパワフルに活動されていたり、エネルギッシュに活動されているというのは、実は体の中のホルモン変化からも説明がつくことなんです。更年期以降の人生をより豊かに快適に過ごしていくためにも、今から心と体と向き合って人生を楽しんでいく、そんな土台を作っていきましょう。じゃあ今日も動画を最後までご覧いただきましてありがとうございました。このチャンネルではあなたがより健康に豊かな人生を送っていくような、そんなきっかけになりたいというふうに思っています。これからも皆さんの役に立つ動画を上げていきたいと思っていますので、チャンネル登録をお願いします。私の運営する NPO 法人チェブラの更年期ナビゲーター研修が好評です。オンラインでどこからでも受講できます。より自分らしく健康に生きたいという方、更年期の知識や対策ケアの技術をご自身やご家族、またご自分の仕事や活動で役立てたいという方、ぜひご参加ください。また LINE の登録もお願いします。またおかげさまで本が出ました。更年期との付き合い方が分かり、さらに心も体も前向きになります。ぜひお読みください。更年期はチェンジオブライフです。心と体と向き合って人生をもっともっと楽しんでいく、そんな土台を作っていきましょう。もし今日の動画がいいと思ってくださったら、高評価やいいねボタンを押してください。またチャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。もしよかったら Twitter などでこの動画シェアしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。